であればこんな蹂躙されてますからね。メタだから、はい、だってメタだから、はい、いやまさかですよ。いやでも、うん、まあまあでもしょうがない。でも、うん、その、まあ、周りに向けてても勝てたし、うん、ザルガン、あザルガンね、はいはいはい、もう3枚入ってたんで、はい、それが1枚でも来てたら勝てたんですよ。なるほど、ね、だから、うん、想像も取っておいたし、うわまあただザルガン見えたらあまあそうですけど、そうなんだよね、だけどまだなかったし、今もし、ね、こう CA に出せてて CA 来てたら、うん、もう相手2点だったし、うん、なんていうんですかこう攻撃してとしたらもう絶対ダメだし、はい、防御してこっちが死んだら使えるしみたいな感じになんとかなったんですよ。ちょっとアンケート出していい？はい、はい、まあしょうがないですけど、いや悔しいな。はいはい、感想戦ということで、今からみりんちゃんにちょっと今の対戦について振り返って聞きたいんですけど、どれについてお伺いしたいかなと。どれか1個だけ選んでください。まあ想像は私もおかしいなと思ってたんですけど、ちょっとでもどうしようかなと思って。どれについて聞きたい、どれについて聞きたいあじゃあもうな、割と一択らしいんで、あ本当にさっと決着かな、うん、どうですか、結果出しましょう。はいどうぞ。はいこれです。70% 以上の人がなぜ想像を、うん持っていたのかみたいなことをちょっと聞きたいんだけどということを言ってたんですけど、うん、結果出します、結果消します、うん、とりあえずアンケートご協力ありがとうございます、ありがとうございます、どういうことかというと、江戸さんの方は見えてなかったんで説明すると、うんうん、みりんちゃん手札に想像を3枚抱えてずっとターンエンドって言ってた、うん、あその3枚がね、そうあなるほど、だから、うん、想像を3枚とか2枚とか溜め込み続ける理由を聞きたいなっていうことだよね。まあ貯めてたんだったら何か狙い、要するにさっきの言ったザルガンでしょ、ザルガン呪詛法が CA に行った時に引いてくる、うんうんうん、じゃあ1枚でいいんじゃないかっていう、念のためですはい、結論出ました、結論念のため、あまあ3枚取っとく必要ないかもね、今ここで使っても有効なカードがないと私は思ったんですよ、うん、ああなるほど、なんでもしもっといいのが来た時に、うん取っておこうっていう、うん、まあね、だから念のためです。そうそう、その、はい天呪文とかが行った時に、はいはいはい、天呪文ザルガン呪詛法とか行っちゃったらもうどうしようもないなと思ったんですよ。なんでその時のために、はい、想像は絶対取っておかなきゃいけないと思って、ね、そしたら3枚も来ちゃって、さすがに今どうしようかなと思ったんですよ。それは置いちゃっていいんじゃなかったんですか、ね。石増やしてさっさと引っ張り出せばよかった、ね。そうそう。別に引っ張るってだけじゃないんだけど、あの石が増えれば一ターンに展開できる数が増える、そうそうそう、単純にそうなんですけど、うん、そうこっち一体やられて超対攻撃でそっちも一体やられるけど、でも違う、私はこのデッキを使ってて石はそんなにいらないと踏んだんですよ、今足りなかったじゃねえかこんなにいないことあんまないんですよ、だからまあ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 確かにね、長くなることあんまないんですよ、まあ、4つぐらいでいいんでしょ、通常だったら4、5個で、うん、結構どうにかなるデッキだったんですよ、これは、うん、なんでだってリズネルを毎ターン出さなきゃいけない以上でさ、まあ、そうで石は足りてないんですよ、そう最初だから切り替えなきゃいけなかったんだよね、もう優勢が出た時点で石を6まで伸ばして、うん、3でリスネル、うん、3でヒッポリュテ、うん、もしくは7まで持ってって3でリスネル、うん、2でなんか、うん、2でなんかっていうね、うんうん、そんなヒッポリュテはいらないと思ったんですよだって3000はなかなかいなかったから3000超えない、うん、3000がいないと500プラスしても意味ないなと私は思ったんですよ、びっくりするぐらい、ね、だったら想像取っておきたかった、ね、勝つまで俺とやるじゃん、俺負けるデッキ選ぶまでやる、時代一デッキ選んで、じゃあ戦う、時代一隠し台出しますけど、俺はそれに負けるデッキ、今もう実は23時30分で30分延長する、1時間戦ってる、あそうですか、だからみりんちゃんがカメラマンちょっと借りてんで、みりんちゃんが理想の勝ち方をするまでこのデッキ使って俺が戦うでも別に、まあ別にいいよ、いいっすよ、できますから、できますよ、やろうと思えば、みりんちゃんせっかく来てくれたんで、はい、延長別にしないわけでもない、うん、そこは全然どうするどうする、うん、じゃあ頭を冷やしていただく的な意味でも、はい、ちょっと、はい、一回インターバルを置きましょう、はい、あ一回休憩をします、そうします、パーッとなっちゃって、はい、じゃあ休憩がてら、はい、ちょっとみりんちゃんからみんなにお伝えしたいことがあるということなんで、はい、でもさ説明してもらってよろしいでもさなごめんごめん、でもさ、うん、どれの話、あ戦い方の話、う、うん、まだ話す、一回インターバル告知してからじゃなくて、はい、うん、告知します、告知しましょうか、はい、じゃあちょっと説明してもらっていいですか、頼む前がもうちょっと早く来てればな、それも狙ってたんですよ、私はそしたらハムネスが落とせるなと思ったんです、来てない時点でで、いろいろ俺軸の選手とかあったから、
リチャードワトと引いてきたりしてたじゃん、はい、そんなこと言ったら、はい、もし江戸さんがね、はい、手札がファムナスが一回も来なかったら、はい、とかいう話になっちゃう、なっちゃう、そうそう、そうなっちゃう。じゃあ告知いきます。告知いきます。はい、はい、私電波組インクはですね私え、あなた一人だった。違う、私古川みりんは電波組インクという、まあ、ユニットカテゴリーがね、そう、カテゴリーが、カテゴリーが、カテゴリーアイドル電波組インクだよね、はい、そう、そういうことだ、そういうことだ、まあ、ユニット、うん、電波組インクという6人組のアイドルに、はい、アイドルグループに所属するんですけれども、エピックですね、エピックですね、まあ、そう、エピックです、ファン1体しか立てない、はい、そうです。まあ、いろいろライブやら何やらしてるんですけれども、うんうん、まあ、先日、はい、あ、これ流します、はい、はい、ネタパレ4月30日にですね、チュルリチュルリだという、まあ、日清カップヌードルの CM ソングにもなってる曲を発売させてもらいました、はい、で、まあ、実は言うとせっかくなんで、うん、まあ、皆さんにも私が普段どういう活動をしてるのかみたいなのも見てほしいなと思ったので、ちょっとこんなのを用意してみました。なるほど。なんで、はい、チュルリチュルリラミュージックビデオです。ぜひ皆さん見てください。どうぞ、こういうところでいいですか。はい、しばらくは、あの、はい、一番ぐらいまで見てください。はい、はい、じゃあ行きますね。どうぞ、はい、じゃあ行きます。時間旅行中の電波組6人、みりんが何やら何かを発見したようです。降り立ったのはちょっぴりおかしな戦国時代、謎の発明家に追っかけ回され、人の家の飯を食べたり、なんだかんだで頼まれ事は断らない6人がバババーッと世直しの旅へ。よーバビュンとやってみよう。グリグリハグリに勝ち抜け、せっせっせーのよいよいよい、おのこもおなごも歌えやまい踊れ、ちゃんとちゃんてちゃんちゃん、戦国乱世は夢幻のごとく、王様でだんだだ、ひとたびの というわけで、電波組インクチュルリチュルリラという、ニューシングル発売しておりますので、まあ、あの CD ショップに行ってお手に取ってもらったり、あの iTunes ストアなどでこうダウンロードしていただいたり、こうぜひ皆さんに聴いてもらえればと思いますので、皆さんよろしくお願いします。そして、まあ、今日のお昼も放送されたんですけども、フジテレビライオンのご機嫌ようにですね、電波組インク今出演しておりまして、まあ、今日の放送はもう終わったんですけども、次の放送が来週の月曜日と火曜日にまた出させてもらいます。月曜日はまた生放送とかなんで、ぜひ皆さん、まあ、お手軽に見れると思うんで見てください。よろしくお願いします。あとはツイッターフォローしてください。終わりです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ、MV フェードアウト。はい。一番ちっちゃくしてから消す。もう。これ多分、電波組インクを初めて、てか、見た方とかいると思うんですけど、はい、消しましょう。はい、続きフルバージョン、どっかで見れますか？ YouTube に公開されてます。お、じゃあ YouTube に行けば、はい、今のチュルリチュルリラの MV のフルバージョン、もしくは、初回 A 版の CD に入って収録されてます。はい、あ、なるほどなるほど。一番最初こう早回しの演技があったと思うんですけど、うん、 あれがちゃんとこうフル尺で入ってる、あ、なるほどね、完全版は、まあ、CD を買っていただいて、そうなんだ、見ていただければと思ってますので、なるほどなるほど、はい、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、気になる方は運営コメントに出ております、みりんちゃんのオフィシャルツイッター、チェックしてくれると、いろいろとお知らせが出てくると思いますので、分かりやすいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、電波組インクの古川みりんちゃんという子がいるんだけど、赤担当、よく似てるって、
ってますか、まあよく言われますよ、まあ、ご機嫌ようとか出てるぐらいの方ですからね、はい、なんかよく言ってるね、うん、親戚かないかな、なかなかこんな顔いないんで珍しいんですけどね。こんな顔いない、はい、たまにいますけどね。